歴史上の大洪水、または、スウェーデン大洪水は、17世紀中盤からの、ポーランド・リトアニア共和国の一連の軍事行動を、指す。抗議に、フメリニツキーの乱、ロシア・ポーランド戦争、アンドルソボ条約、北方戦争の期間と知られる。厳密に言えば、スウェーデンによる、ポーランド・リトアニア共和国の侵略と占拠をした、北方戦争のみに用いる。 大洪水の時期は、スウェーデンの歴史では、北方戦争と呼ばれる。大洪水が起きる前、ポーランド・リトアニア共和国は軍隊を要して、東欧地域に領土を拡大し、人口規模も増えていた。また地理的、歴史的関係からクリミア半国、オスマン帝国と覇権をめぐり争っていた、1558年からの、スウェーデンとポーランド間の戦争は300年間に及ぶ、 いずれもポーランド分割まで続く。共和国の破滅の発端は、1648年に、ルテニアのコサック少量種、ボフダン・フメリニツキーが、ポーランド人大貴族の支配に不満を抱くザポロージャ、コサック及び、ウクライナ人農民を率いて、民衆放棄を引き起こした事件であった。反乱軍は国内を荒らし回り、1651年の、ベレステイチコの戦いの後で、 一応の休戦が成立したが、1654年に、モスクワ・ロシアは、ウクライナの保護を口実として、ポーランド・リトアニア共和国に攻め込み、共和国領の東藩を占領した。一方、バルト地方を戦場として、王朝的対立その他の理由で、共和国と長年の争いを続けていた、スウェーデン帝国は、この状況を後期と見て、翌1655年に、 共和国に侵攻し、同国の残り半分を占領した。野心的なリトアニア大へ、トマンのヤヌシュラジビウコウとボグスワフラジビウコウは、混乱した共和国に内部紛争を引き起こし、ポーランドリトアニア連合体制と共和国政府を崩壊させる目的で、スウェーデン王ーカール10世イグスタフと交渉を開始した。彼らは、で合同に関する条約に調印したが、 この条約ではリトアニア大公国から二つの公国を分割独立させてラジビウ家の公爵たちに譲渡し大公国領の残りの地域をスウェーデンの属国にすることが約束されていたポーランドリトアニア共和国の国王やニセイカジミエシュは即位前の1643年にイエズス会の修道士となって数奇教に任じられ1646年に ポーランド国王選挙に出るためその聖職を捨て、1648年に選出されたという経歴の持ち主だった。加えて、オーストリアの絶対主義に共感して、貴族たちの民主性原則やサルマティア文化をはっきり軽蔑していたことから、頼みとすべき貴族階級には全く人気がなく、一部の貴族はスウェーデン王カール十世の方が、ポーランド王にふさわしいとみなしていた。 王官僚副大法官、ヒエロニムラ・ジェイオフスキーや、王官僚財務長官、ボグスワ・フレ・シチニスキーをはじめとする多くの貴族たちが、イエズス会しか、支持基盤のないアニセイを見捨てて、カール10世に、ポーランド王となるよう進めていた。スウェーデン軍がポーランドへの最初の侵攻を開始すると、ポズナン県知事のクシシトフ・オパリンスキーは、ビエル・コポルスカをカール10世に明け渡し、 地域もこれに続いて降伏した共和国領の西半地域の大部分がスウェーデン支配下に入りスウェーデン人たちは1655年に無抵抗の首都アルシャワに入場ヤン二世はシロンスクに亡命した侵攻したスウェーデン軍は各都市各農村で略奪破壊を行った完全に破壊された都市や農村は10から30%に上り ワルシャワでも過半数の建物が破壊され、人口も一時的に1万人以下まで減少したと言われている。戦争全体でポーランド経済は決定的なダメージを受け、経済の衰退に拍車をかけることとなった。こうした行為はポーランド人の抵抗運動に火をつけるのに十分であった。翌1656年スウェーデン軍はブランデンブルク戦抵抗。 フリードリ・ヒビル・ヘルムと共に、ワルシャワの戦いで、ポーランド・ロシア連合軍を破ったが、フリードリ・ヒビル・ヘルムは、ポーランド分割を目論むカール10世から離脱し、プロイセンの主権を獲得するためにポーランドと同盟を、結び反スウェーデン陣営に倶えした。スウェーデン軍は、クラックフやチェンストホバイ進行しやすなグラ修道院を、包囲したが、少数の地域では抵抗運動を続けており、 その中心となったのが安浦修道院であった。1655年11月から1656年1月まで続いた安浦包囲において、この性別された要塞の守備隊は、大修道院長はウグスティンコルデツキに指揮されて敵軍を追い払った。安浦での勝利は、ポーランドのスウェーデン軍に対するレジスタンスを大いに勇気づけた。 1655年12月、亡命中のヤン2世を支持するティショフツェ連盟が結成された。この情勢下で、スウェーデンの同盟者は、ケガイネー合同家の一部のリトアニア人貴族とトランシルバニア広告のみとなった。頼みとした、ヘイチマン国家との共闘も1657年のボフダンフメリニツキーの死によって頓挫し、ウクライナの情勢は、 ポーランド側に有利に働くこととなった。放棄が全国規模で発生し、各地に散在する外国軍を攻撃し始めた。放棄した軍勢は、ステファン・チャルニエツキトリとアニアダエ、トマンのヤンパベウ・サピエ派の指揮下へと統合されていき、彼らはカール10世に忠誠を誓った勢力を排除すべく反転攻勢を仕掛けた。 共和国軍は1657年にはスウェーデン人の軍勢を国外に追い出した。スウェーデンは1658年の再度の侵入にも失敗し、デンマーク、モスクワ、ロシアとの交戦が始まって、1659年までに共和国領内から最終的に撤退した。スウェーデンは軍事的には共和国軍に敗北した形となったが、バルト海沿岸、 すなわちリガからシュチェチンに至るまでの海岸沿線の一定の影響力を維持していた。後にポーランド領の開港を返還し、バルト海はスウェーデンの内海とすることはできなかったが、デンマークとの戦争後デンマーク海軍をバルト海から締め出し、貿易権を確保したことで、バルト海南部に対してもスウェーデンの影響力を保持することができた。 このことはポーランドに対しても外交戦を優位に運べたと言ってもよかったが、同時にスウェーデンはカール10世の下で断続的に戦争を行ってきており、結果的にスウェーデンの財政的限界も明らかとなった。1660年4月23日にオリバ条約が結ばれ、共和国はリガとリーフランドが正式にスウェーデンの主権下に入ることを認め、 ヤンニセイはスウェーデン多い要求権を放棄した。スウェーデンはこの戦争及びバルト海沿岸に拡大した北方戦争によって疲弊したものの共和国との和平がなった後バルト海一帯の一定の覇権を確立することに成功した。共和国はトランシルバニア公国とブランデンブルクの軍勢にも勝利したがブランデンブルクの所領プロイセン公国に関しては ポーランドとの風神関係を解除して独立国家として認めることを余儀なくされた。共和国の風神国であるクールラント公国も戦争に巻き込まれ、1655年のスウェーデン軍の侵攻により、1658年から1660年までクールラント公、ヤーコップ・ケトラーはスウェーデン軍に囚われのみとなった。ヤーコプ公爵の時代、公国は 最盛期を迎え、クールラントによるアメリカ大陸の植民地化を行うなど繁栄していたが、戦後解放されたヤーコプ公爵の努力にもかかわらず、クールラント公国は二度と戦争前の豊かさを取り戻すことはできなかった。また、クールラント公国は後に大北方戦争前後を通じてポーランドとロシアによる支配権争いに巻き込まれ、18世紀に強大化した。 ロシア帝国の干渉のもとにさらされることとなる。そして、この強大化したロシア帝国とプロイセン王国により、共和国の衰退時代に、ポーランド分割が現実化されることとなる。1658年9月16日のハージャチ、合同が批准され、これにより、共和国の南東部であるルテニアは、ポーランドとリトアニアの両国と同格の地位に、 引き上げられ、ポーランドリトアニア共和国は、ポーランドリトアニアルテニア共和国へと変貌させる予定となった。ウクライナヘトマンのイヴァンビホーウシクイートコサックの指導層によって指示されたこの合同は、東ヨーロッパの国際関係を大きく変えることになるはずだった。ところが、この合同条約が発行することはなかった。この合同を無視し、モスクワロシアは、 ウクライナ上等を要求し続けた。ウクライナ戦争は1667年1月13日のアンドルソボノ和訳で終結した。この条約により、モスクワ・ロシアはサガン・ウクライナを獲得し、ウガン・ウクライナのみが共和国領に残された。条約は、ロシアが20年後にサガン・ウクライナを共和国に返還するとしていたが、1686年に結ばれた。 高級平和条約により、ロシアの左岸ウクライナ領有は永久的なものとなった。この結果、モスクワロシアは、ポーランドリトアニア共和国に代わり、東欧の覇権を獲得することに成功した。共和国は、この大洪水によって、黄金時代に幕を下ろし、衰退の時代に入った。ヨーロッパ全体においても、この派遣以上とも取れる情勢により、ロシアのヨーロッパにおける、 国際関係を一変させる契機となった。大洪水はポーランドにおける宗教的寛容の時代をも終わらせた。その大部分が非カトリック教徒だった侵略者たちは大部分がカトリック教徒のポーランド人たちから敵意を抱かれるようになった。1658年に起きたクス派の系統であるプロテスタントのポーランド兄弟団の追放は増加していく。 宗教的不寛容の一例に過ぎなかった。同盟者ラジビウ家の領地、家外姉に侵軍するスウェーデン兵、ユゼフ・ブラントが、ありがとうございます。